どうも、おじゃです。ようやく皆さんが心待ちにしていた警察学校編ワイルドポリスストーリーケース諸伏編の放送が決定いたしました。いやー、約5ヶ月ぐらい期間が空いたのでかなり長かったですね。放送日時についてはリバイバル上映開始後の10月29日土曜日夜6時から読売テレビ日本テレビ系にて放送されます。なのでいつもの粉を巻くですね。続いて場面カットを4枚ご紹介します。まず1枚目がこちら、壁をふきふきしてる諸伏ひろみつ。こちらを向いて少しにやけてる感じがなんか可愛いです。続いて2枚目がこちら、古谷礼くんということで、古谷礼くんも私たちの方を見つめてニコッと笑っております。さてこれは何の場面でしょう。続いて3枚目がこちら、松田陣平くんがなぜか叫んでますね。やんちゃな松田くんが伝わってきますね。そして最後はこちら、伊達班長がリボンをつけた女の子を守っている感じですかね。さあ一体どんな風になるのか。まあ、全体的に作画が良すぎませんか。太い線で描かれているのでより作画に力を入れていますね。この萩原健二を含めた5人は10月28日金曜日から11月7日月曜日までの期間限定で上映されるハロウィンの花嫁リバイバル上映でもめちゃくちゃ活躍して団結しかっこいいシーンがたくさんあるので、ぜひまだ見られてない方やもうすでに参列された方々も今年のハロウィンをハロウィンの花嫁と警察学校編で盛り上がっていきましょう。ということで今回は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。